キッタンはサンミュージックプロダクション所属の日本のお笑いタレント。コンビ、コンサイキャバレーのメンバー。本名、北本智子。東京都三鷹市出身。旧芸名は、キッタン。コンビ、コンサイキャバレーでのキッタン東京都立、武蔵高等学校、舞台芸術学院卒業。韓国の西江大学校に1年間留学している。最初は役者を目指しており、元、 舞台女優。しかし本人曰く、協調性に欠ける面があったのと、難しいがあえてお笑いをやってみたい思いもあった。ことから、お笑い芸人を目指すようになる。渡辺コメディスクール16期生出身。同校卒業後フリーで活動した後、2013年11月頃から、サンミュージックプロダクションに所属。吉本工業と吉ログが開催した。 第3回可愛すぎる女芸人ナンバーワン、決定戦で8位に選ばれ、その後も、このことを強調してアピールしている。同じサンミュージックの女性芸人であるサナ、マジコーラルなし、丸ゆかとのアイドルユニット、自粛のメンバーとしても活動。2018年7月26日開催のライブ、おかオにて、天の舞とのユニット、コンサイキャバレーとして初出演。 同年の AM-1 グランプリ及び女芸人ナンバーワン決定戦ザ W でコンサイキャバレーとして出場。2018年7月末、キッタンのツイッターの公式アカウントが凍結されるということが起こった。原因は、本人はキッタンの水着写真を自分のツイッターに載せた丸床に使ってはいけないとされる言葉を使ってリプライしたことだったとしている。しかし、これは、 おふざけだったなどとして、ツイッター、インク、側に交渉を続けた結果、3ヶ月後の2018年10月21日に、凍結が解除された。なお、凍結中は別に立てた仮アカウントを使用していた。2018年11月13日、コンサイキャバレーとして、女芸人ナンバーワン決定戦ザ W の、決勝に進出した。2018年12月14日付で、 根菜キャバレーとして正式に所属が決定。それに伴う芸名表記を切ったと改めることを発表した。交渉サイズは身長 154cm、B94cm、W72cm、H94cm。祖父は東京23区内の区の元区長。父は地方公務員で東京の区役所勤務で本人曰く。 実家は裕福な家庭。趣味は異文化交流、舞台鑑賞、カラオケ。特技は韓国語、即興ミュージカル。英検、準二級の資格がある。好物は、サムギョプサル、コンビーフ。俳優の北本哲也は2位。好きな言葉は、相田光雄の、一生感動一生青春。ザウの名は、明日は、明日の風が吹く。高校生時代は、文化祭の実行委員や、 新入生歓迎会の実行委員長を務めたことがある。またこの時の仲良しグループで愛されたいという名のピンクのトレーナーを作り、このグループで騒ぎながら廊下を練り歩いたこともあった。これについて、根菜キャバレーの相方の天野からは、そんなことをする人とは絶対に仲良くなれないし、もし同じクラスだったら絶対に喋らないタイプだと思うと言われている。その天野曰く、 キッタンは可哀想に見えない才能を持っているということで、キッタンもザ・ダブューのファーストステージで破れた時に番組中で面白、おかしく、いじってもらえたということで、悔いは全くないと話している。出たがりで目立ちたがり屋で、協調性がないと言われる。舞台芸術学院時代も自分が出ていないシーンの時に居眠りしたり、自分の配役に納得がいかなかった時には先生に、 立てついたりしてたという。また、あまりにも輪が強いというために、周りから、絶対コンビなんて組めないと言われていたが、根菜キャバレーを組んだ時には、舞ちゃんが優しく包んでくれたと話している。主に一人コントを演じる。韓国ドラマのモノマネ、新大久保にいる、女のある、あるネタなどを持つ。はじめの挨拶に、あれ来た来た、きったん。切ったんです。終わりの挨拶に、 どうもありがとうございましたんたんきったんガーリ、これらの挨拶はネタ以外でも頻繁に使用している。また、2017年半ばからミュージカル形式のコントをすることも増えた。平場のトークは辛口で本音を言うことが多い。コンサイキャバレーではツッコミ役を務める。その芸風について、バカよあなたは、新道流美は、 明日死ぬと宣告されたと思わせるような捨て身の突っ込み、命をかけているかのような突っ込み、気持ち先行型の漫才などと評している。自己紹介ギャグを得意としており、自分のもののほか他の人の自己紹介ギャグを作ったりもしている。うちのがやがすみません。では、橋本環奈と長野メイに、切った無作の自己紹介ギャグを送っている。切ったんは、一度ギャグを思いついたら、 これを言わなきゃ。ということに集中しすぎて、前しか見えなくなるという。相方の天野からも、人の話を聞かないし、前振りが全くないし、言いたいことを我慢できないと言われている。コンサイキャバレーとしてのコンビでの出演については、コンサイキャバレー出演の節を参照。ありがとうございます。